Give it to me like...完了しました。まだ残骸が残ってますね。まずテントでしょ、椅子でしょ、中は、コットを低いやつにしました。もう足がね長いと荷物になるからもう置いてきました。でスリーピングでしょ、でマットという感じです。こちらガス。今から、これが虫よけのランタンの、でこれが虫よけ。虫よけじゃないか。虫を寄せつけてバチバチっとやっつけると。でこれが、これも虫よけのキャンドル。虫よけキャンドルでございますと。こんな感じですね。とりあえず氷結乾杯いきます。
こう。はい、行きます。一口サイズに切ります。雨がすごい。あら、なにこれ。うわ、ちょっと、やべ。チューシュ。おはようございます。あ、静かでよく寝れました。これは昨日の残りですね。焼き鳥と焼きそば、今日の朝飯にしたいと思います。外はこんな感じです。今日は予報通り天気がいいですね。昨日も天気は良かったけど、途中雨がパラパラ降ってきてね、もう大変でした。もうちょっと、お昼ぐらいまでいたいと思います。ここにバイクは大丈夫かな。バイクはさっきね、シートを外して濡れた、ダウンをちょっと乾かしてます。とりあえずお湯でも沸かしてコーヒー飲みましょうかね。とりあえず朝のコーヒーをいただきます。よっしゃー、いただきます。朝ごはんは何しようかな。朝ごはんはこれですね。昨夜の残り、焼き鳥、朝から焼き鳥、朝焼き鳥、モーニング焼き鳥、これでやった。焼き鳥鍋、こちら側に行くとね、水寺と、大きな、キャンプ場になってきました。お、まったけ。林まったけ。ここに吊り橋が。噂に聞く。怖いね、これちょっと怖いですよ。大丈夫なんでしょうか。うわお、これ本当に怖いよ。これを渡ってここか。水は綺麗だね。
が、水神。おお。古来より、古来より飲まれてきた湧き水です。しかしながら湧き水は出ていません。この前の大雨で、なんか故障したそうです。わあ、水は綺麗だけど。うわお、斜めってんだよね。はっきり言ってこれ、もうロープは、手すり？水は綺麗だね。川の水は綺麗ですよ、これ。うわ、重たい。Whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby.